こんにちは。今日でね、最後、インクトーバータングルズは最後になります。今日のタングルはこちらでしたね。ハマドックスのちょっと二重にしたやつ、これ昨日書いたんですけど、今日は、インクトーバータングルズ2020、なんとデイ31、これがね、明日ですね。 Tomorrow's tango is split split、うん、split ね、スパットじゃない分からん。 OK This is last day でございます。で、今日のタングルね、どんなのかというと、タングルこれ見てみましょうね。できるか、見えますね。おー、見えてる見えてる。こんなタングルです。どんなのが生えてもいいよってことですね。はい使えた。そう、丸とかに、まあ、こういうのが生えて、その間に丸、ラトゥーンと似てますけど、まあ、これでもう囲んじゃうのかな。囲んじゃうんだね。あ、全部に入るわけじゃないのね。一個飛ばしなのねちょっと分かってないけど、大丈夫か、私大丈夫かな。違ったね。こうなって、こうなって、こうなって、でこうなって、こうなって、こうなって、今日さ、あのインクトーバーラストデーだから、スペシャルゲスト待ってましたよ。違う、そうじゃない。紅葉してる陽子さんだよね。あっちの陽子さんだよね。陽子さんいっぱいいるか分かんないかもしれない。すごい分からないんだけど、私これこうなの、こうなの、そしてこうなの。ディフィカルトフォーミーだよこれ。またこうなの、こうなの。バランス取りづらいのが多いんだよねって、ブツブツ言うなって。え違うんすか。あれ違うんすか。てか助けに来てくれたと違うんすか。用意できるならぜひ。私もちょっと31日間一人ぼっちで寂しかったから。こんにちは、シー先生。あー、はい、ボビーボビー聞こえる。ね、あのメレディスのワンちゃんが私の声をね、認識してるって言うんですよね。ボビーちゃん日本語を分かってる気がするっていうからさ、本当かな。よし、こう合ってるんじゃない、これすごく。なんか今日朝寒かったし、なんかちょっと風っぽかったから、モケモケのセーター着てたら、お、He heard you。 あ、ほんと Very はーい、ボビーかわいいね、かわいいよボビー、行こう行こう本当かな、絶対日本語わかってるとか言ってたね。ね、OK Be I finish。 いや、これでおしまいって感じですけど、これに、じゃあこれが基本だよねきっとね。ここになんか足したい気分じゃないですか。こうかな、ちょっとわからんけど。いや、今日朝プライベートレッスンございまして、その後ね、タングルスターズプロジェクトの、ちょっとすぐでもないんですけどね、まあ売り切れて欲しかったんですみたいな声が何個かあったので、ライトパック作ろうと思って、
そのパッケージが届きました。それが、見せとこうかな。一応ね、誰かライブ動画への参加リクエスト、これ間違えてるよね。まあいいか。そうそう、これどうしよう。そう、 I sold これね、 Tangle Stars Project This box、 これね、 My original Pentagon type inside the box, but this is sold out. This was sold out, so I will sell the right pack. So, これ this is right pack. And then on the paperback and inside, you can take10 tiles. So this is very cheaper than box. 日本人向けには今日もう売ってます。ベースで売り買えますので、あと、もっと書きたいよって方のためにパッケージじゃないや、ペーパーだけも販売してます。海外は多分今日このライブの後にやると思います。 Maybe I will start to selling for overseas after this live today です、I can send to USA but no tracking andTo Australia is not yet. Sorry. まだなんですよね。困っちゃう。ちょっとこのタングル、私には若干難しいの。いつも言ってるけど。ちょっとね、風っぽくて、もこもこの着てたら少し暑いわ。でも暑くしないと治んないよね。なんか喉の奥が変な、イガイガするのよ。いいかしら。もっと書きたいけど。どうしようどうしよう。今日最後だからね、もうゴージャスに仕上げていきたいんだけどさ。ね、ゴージャスっていうとジェムになっちゃうんだけど。飽きたかしら。超適当。あ、ちょっとすごい水が出る。ドボドボと。やめて。やめてください。こっちにも入れちゃうかしら。あっちかな。どうしようかな。考えていると無口になってしまうわ。いや、もともと無口だというのに。茶色、ブラウンちゃんどこ行ったかしら。でっか。なんかあんま好きな色じゃないけど。うん、なんかちょっと混ざってって灰色みたいになっちゃうThis is not brown. まあいいや。ね。
かなか乾かないのよね。今日は黙々とやっていこう。綺麗だけどさ、こうかしら。そうね、今日最後だからこの残った3つ質問残ってんのってか、私が作ったやつだかもしれないけど、あ、くじ引き引いていくよ。1つ目、ダダン、好きな色とその理由。好きな色ね、 My favorite color about my favorite color で、ね、前私ね、赤が好きだったんですよ。なぜかね、最近ゼンタングル始めてからなんか感触が好きになったんだよね。 I loved red before starting Zentangle, but I love blue and green this because なぜか I don't know なぜだろう。なんかゼンタングルって感触系合う気がしませんか？しませんか？Because なんだろう。I think blue and black is なんて言えばいいの？ベストマッチ？ベストマッチ with ゼンタングル。なんかゼンタングル社もこの色好きですよね。なんか好きな色はちょっと確かに変わった気がする。うん、よし。あとうちの息子がね、あの 緑の日っていう日に生まれて、緑の日っていう日に生まれてて、まあ、緑にね、あの10月4日じゃない、10月、間違えた、5月4日に生まれたので、それから緑も好きですね。うん、緑ね、緑っていうのもいろんな緑があって、なんかあんまり好きじゃない緑もある。うん、ちょっと青みがかったグリーンの方が好きですね。大したことやんないけど、今日なんかあんまりだね。どうなってんのこれ。失敗した。ちょっとこれいらなかったです。じゃあ次の質問。今日視聴者が少ないから最後なのにいや、あんま気にしないんですよ、そういうのね。じゃじゃん。タイムマシンを手に入れたらどの時に行きますか？ピンポイントで。はあ。いつに行こうかな。未来でもいいんだよね。未来か過去か。どっちだろう。ロマンチックに言うと自分の生まれた日に戻るかな。どんな風に生まれたのかしらみたいな、そんなあんまり興味ない。でも現実的に考えるともう何日でもいいんで、あの何日後かに行って、それであの株価の動きを見て、で帰ってくるみたいな、そして値上がりする株を買うみたいな感じですかね。犯罪ですけど。うまくいかないね、これ。透明なジェミにしたいんだけど、透明なジェミにならない。なぜかしら。
というわけでタイムスリップの話題で、そう一人でね、タイムスリップ、あの生まれた、あのいつにタイムスリップするかって話をね一人でしてるんです。暗いでしょ私生まれた日がいいけど、いいけど、でもほらあのバックトゥーザフューチャーで言うとさ、ジェフだっけ、あの人あの年間スポーツ年間手に入れて大金持ちになったから、あれズルするんだったら、まあ、未来に行ってねズルするかなって話ですね。未来の方が面白いかな。でも未来見るのちょっと怖い気もするね。どうですか、カッパさんはどこに行きますか。どうしよう、なんかこれ以上私何も浮かばないわ。今日ねラストデーなんで、てか暑い、セーターのこんなものでね、よし、ここに塗るとわけわかんなくなっちゃう、こっちにしよう。私も過去に戻ってアマゾンの株を買う、そっち？え？でもそしたら今の自分に、あ、買いなさいってその過去の自分に言うってこと？アマゾン買っとけって言うんですか？また戻ってこなきゃいけないから、だったら未来に行って何が上がるかを見てきて、そして買うのが良くないですか？三菱自動車爆上がりしてるかもしれないし、だって10年後とかにマジかっつって、今だったらねすっごい激安で買えますんで、まあ、例えばの話ですよ、ね、っていうことをね。で最後の私の最後くじ引きね、3つ目でさ、友達が置いていってくれたすごい深いさ質問が残っちゃったんだよね。深く、そうです、億万長者ね、これ聞かれたの。でも今ちょっと億万長者の話で盛り上がる人だから、そうそう、まあでもねお金あんまりあってもね、なんか最近あんまりあってもなって思い始めちゃって、あんまりあると大変じゃない、いろいろ税金払ったりしなきゃいけないから、そこそこあってそこそこでいいかなって思っちゃうんですよね。休みたい、休んでますけど、私 めっちゃ今そんなに一生懸命働いてないんですけど、そっちの家もそれでいいかなみたいな。そうで最後の質問はね、あれです、これです、友達この前聞かれたの、深刻な顔で、苦手な、しーちゃんって苦手な人いるって言われて、えって考えたことなかった苦手な人ね、なんかいるような気がするんですけど、いるような気がする。でもそもそもなんだろう、苦手な人は多分私の知らないところにいるんじゃないかな、もっと、うん、私の今いてあとちょっとでもこの人なんか合わないかなと思う人でも一緒にランチとかできるし飲みにも行けるみたいな、なんつったらいいんですかね、うん、苦手な人はあんまりでもいないのかもしれないと思って、考えたこともなかったけど、苦手な人はいるはず。でもな、きっといいところがあるはずだってね思うんですよ、私思って探すとなんかいい人発言しちゃったけど、でもね確かにあんまり、うん、やだなって人もいるけど、やだなだ、なんかちょっと苦手かな、二人きりになるのちょっとなと思いながらも、二人きりになると、まあ、それなりに楽しめるみたいな、ね、そうこの前深刻な顔で聞かれました。友達が多そうですよね。
いや、でもね、そうですかね。そうでもないですよ。私、多いのかな。多いのかな。いや、そんなに多くないですよ。なんか多分すごい私、暑苦しい 暑苦しい人間なんで、最近だいぶ治ってきたけど。苦手っていう人も多分いっぱいいると思いますよ。めんどくさい。酔っ払うとめんどくさいし。でも絡んだりしないんですけどね。そのとにかく楽しいんですけど。どうですかね。友達はでも少なくてもいいから、一人でもいるといいですよね。さっき間違えて塗ってしまった。なんか今日このゴージャスにしたかったけど、なんかまるちゃんちっちゃいからゴージャスにするのの限界を感じてしまう。インプトーバー最後の日なのに、すごい毎日見てくださった方がいたのに、こんな見てない時間帯にやっちゃってごめんね。 じゃあ明日もやりますんで。 朝ちょっとほらね、ワークショップがあって、朝プライベートレッスンね、あって、そして今日は夕方でもいいかなと思ったけどね、やっぱ暗いとね、この前みたいに見えない事件ね、あると困るでしょ。なのでちょっと早めに始めてみたんです。早め？明るいうちに終わらせようと思って、声を大きく喋んなきゃいけないんだ。 なかなかこれも難しい単語だったよね。どうですか？なんかいまいち作りがわからないんだ。で、確かに今日はファンクラブの会員の皆様どこでしょう。 ね、申し訳ない。大体朝にやるんですよ私ね。きっと今日は皆さんもうお出かけになられたのではないでしょうか。じゃ今日はもうカッパさんが取り仕切っていろいろ盛り上げてください。よろしくお願いします。たとえ私は見てる人が1人だろうが2人だろうが、また悩むタングル。お、キエさん キエさんいるじゃないですか。そこ悩むよね。どうする？今日キエさんめっちゃジム書いてたでしょ。やばいよ。ジム野郎って呼んじゃいますよ、次から。ジム楽しいんですか？これさ、一回最初は間違えて書いてしまった。こっちを先に書けばいいんじゃないかと思ったんだけど、そうすると要するにここにこう2本ずつ必要ってことよね。それでもよかったんだけど、まあいいでしょう。ああ、息子帰ってきちゃった。帰ってきちゃった。 しまった、モンスター。陽子カッパさんいます？なんかちょっと聞きたいことあるんですけど、いいですか？ダメですか？ まあ聞いてなくてもいいや。なんか小学校って最近英語が3年生からになったんですけど、ずさんジム京祭り、成富さんのめっちゃ綺麗や。嘘、そうでもないですよ。何ですか？なんだっけな。
あれが始まったんですよ。なんだかこの前テスト、あ、なんだっけな何の話だっけ、ローマ字をね、なもう一回もう一回やります日本の英語が3年生から始まるんですが、3年生の英語はスピーキングから始まるんです。スピーキングっていうか、なんかじゃんけんしようとか歌おうとかね、なんか会話から始まる。外国の先生が来て、うん、それはいいなと思うんだけど、いきなりなんか国語の時間にローマ字の授業があったとか言って、なんかあいうえを書きくけっこなんだっけ、げじ学校は学校、これで書くんだってちょっとそのどうなんですかね、それ点数はすごく悪くって、何やっちゃってんのと思ったけど、授業でやったことも私知らなかったから。でもローマ字ってどうなんですかね、なんて言ったら、何を聞きたかったかというと、英語をやった方がいいんだけど、皆さん先にローマ字やっちゃうから日本人わけわかんなくなっちゃう気がするんだけど、そんなことないですかね、どうですか。陽子さんもローマ字からでしたか。3年の娘がいますが、やっていますね。あれはタイプ用かなと思って、そうタイプ用なんですよ、そうなんです。だったらタイプを教えてよって思っちゃう。ローマ字っていうと学校正確にがタイプ用だったら学校にしてほしいですよね、うん、学校お父さんとやめてとお父さんですよね。びっくりしちゃった、私その問題見て。どうなのかしら。あ、じゃあ日本人学校に行かれてるということですね、向こうで。そういうこと？アメリカにお住まいですもんね。あ、ねえ、これおかしいですよね。私お父さんってこれ教えてくれるんだったらいいなと思うんだけど、お父さん学校どういうこと？と思って私もで、なんかあんまりにもできないことを、なんかでも学校でもね、そんなに一生懸命やってないっぽいんですよね。だからもう全然わかんない、これなんだか、こんなの習ったっけみたいなこと言ってて、もう習ったからテストに出てると思うんだけど、そんなに熱心にやってないんでしょうねきっとね。もう中途半端なのやめてほしいなって思って日本語学校週1回通ってる。なるほど、そっか、そこはね、アメリカでもローマ字をやるってことですね。だったらもうキーボードを与えて、キーボードで教えてほしい。もうそれでいいですよ、ローマ字なんていらないんですけどって感じ、ね、そう思いませんでしょうか。以上です、わかりましたそうか、じゃあタイピング用、あ、じゃああれはもう過ぎ去っていくのかな、もうそのままでいいのかな、もう英語に行ってほしいんですけどって感じ。かといって英語は全然わかってないんですけど息子はね。でも英語だったらなんかこう、もうタイプできるようになれば英語通じるようになるのがいいですね。賛成に1票、うん、なるほど、そうなんですよ。まあでもそれ私が今ここで言ったところで変わんないんですけど、ちょっとびっくりしちゃいました。私の時代から何一つ変わってないローマ字というのが出てきてね、誰かなんか言ってって感じだろ偉い人もっと力強く言ってほしいっていうね。だから昨日ちょっと衝撃だったんです、テスト帰ってきて、どうしたのみたいなどうしても覚えられないって言ってた何のことかも全然わかんない。まあ、一応でもそうですね、タイプを教えようかな。タイピングできるようにするにはまず何が A で何が B なのかっていうのは知らないといけないし、うん、いやーびっくりですよ。
皆さん続々とお集まりいただいて、ごめんなさい今日最後なのに変な時間にやっちゃったから、なんやねんって感じですよね何やってくれてんのって感じですよね。すいません。OK、ね、で次はなんかいい色、なんかいい色、お、ね、今日最後だからさ、綺麗なタイルにしたいな。先生質問です。はーい、何でしょう。かわいい、わーい。フィグマの05と PN と太さって同じですか。え、全然違うんじゃないかなわかんないけど05、そもそも形状が違いますよね。05ちゃん出てらっしゃい。05はこんな感じで、 PN はこんな感じ。全然違うでしょ、ペンとしての形が違うやめてほしい、お父さん何考えてんだろうね。PN ファインはちょっと見づらいな、んて書けるこう、太かったり細かったりっていう線が引けるんですよね。なんかここにもこれやつね。でもまあ05もねやろうと思えばできるんですけど、ま、割と05は均等な線を引く方が向いてる感じ。 PN を力いっぱい書くと05ぐらいになるかな。でも PN は力加減でいろんな線が書けるので、だから私好きなんですよ。すごい細いこう線も、これ全部このペンで書いて、05でないや、あ、こんにちは、PN で書いたんですけど、細いのも書けるし太いのも書ける、それがPN のいいところですね。なんとなくそれが一緒な感じなのかな。うん、そうですね、なんとなく一緒かもしれない。でも全く一緒じゃないし、形状がちょっと違うんで使い勝手も全然違いますね。どちらかというと05の方がなんかこうしっかりとした感じかな。うん、なるほど、初歩的な質問ですよ。全然いいですよ、全然いいですよ。持ってないとね、05持ってないとどうなんだろうと思っちゃいますよね。なんか塗り絵みたいな、ちょっと気になったことなかった。おしりきみさん、おしりきみさんはねぐい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 、何の話だ突っ走る系の感じの、違うな、なんか今出現してません、大丈夫ですか。気にしないタイプですもんね、うん、ファンクラブの会員様が集まってきました。ナイスな質問でしたね。いやー、ようこそありがとうございます、仕切っていただいて。本当にファンクラブの方ね、ファンクラブ、いや皆さん本当に31日間ねすごい見ていただいて励まされましたよ。私一人じゃ絶対途中でやめてはいないかもしれないけど、まあやる気が出ない日もあったかもしれないけど、毎日結構朝から頑張ってできましたね。鼻息荒いけど鼻息荒いけ、そう鼻息荒いというかな、みもう、ね、こういうこと言っちゃいけないんですけど、すごいね、静かな感じの方なのかなって思うんですけど、全然ね違いますよね。かっこいいんですよ、中身はね、かっこいい系ですよね。うりゃ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 って感じ、褒めてるんですよ。はい、ここにもファンクラブがいます。ともちゃん受けるともちゃんね、昨日ダブルともまた会ってたんですか、君たちはまた会ってたのか、何の話をしていたのかね。
何の話をしてたの？C 先生の悪口を言ってたのじゃないでしょうね。大丈夫ですか？そうだね、ともさん、ともさんの方はあれですね、ラストデイ決まってますもんね。プライベートレッスン頑張ってください。シデ先生は尊敬しかそんなことないですよ、そんなことないですよ。知れば知るほど絶望を感じてしまうかもしれない。絶望？同意。まあそんな、やだ、お世辞でも嬉しいですよ。そんなこと言われたことないです私。よし、はあ、息が止まるですよね。正々心象ですよ。オーパス受け渡す。あー、そういうことか。あ、なるほどね。東海地区。そう、今日なんかたまたま関西の方だったんですけど、あれもう一個ど、北関東から北海道、そしてなんだ、ね、東京、大阪、そして どこだと思ったら、そうですね、北関東じゃなくてなんだっけ、あれだ、東海ね。なるほど、お師匠様。そういうタイプでしたっけ。いや、皆さん、私は皆様からな、教わることの方が多いですよ、うん、もっといろいろ教えてください。あ、そう、陽子さん、陽子カッパさんともね、同期ですもんね、皆さんね。あのアメリカの3人目の陽子ですよ。ちょっとこう拡大するとめっちゃ汚いのがバレてしまう。京都、兵庫、愛知、あ、兵庫も入ってるんですね。なるほど、舞子さんに頑張っていただいてチーム埼玉を作ってもらおう。なるほど、舞子さんね、そうですね、舞子師匠に作ってもらったらいいと思いますよ。今日舞子さんいないの、いつも舞子さん来てくれてたのにごめんね、変な時間になっちゃって。また明日やりますよ、ラップアップ、ね、こんなもんすかね今日は、うん、明日時間決めてやりますか。あ、明日土曜日、やだ土曜日、やだ土曜日。朝かな、やっぱり朝早めの時間に、うん、土曜日はモンスターくんがいるからさ、もう今もいるんだけどさ、恐ろしいよ、いつ来るのか、いつ来るんだあの人。ね、あっという間の10月ね、本当ですよね。私なんか15日ぐらいに、あ、行く、行ってらっしゃい、ね、16日かな、なんかに、あ、これで折り返しだ、先長いなとか思ってたけど全然長くなかったですね。後半、何事も後半が早いのかな、ね、あれですよね、行きより帰りの方が早く感じるもんね、どっか行くとき。そんなことないですか。なかなかつかないなと思ったけど、帰るとき、あ、こんな近かったっけみたいなね、そんな感じですね。ともさん、お決まり、やすやす。どういうことかしら。ではね、そんなわけでですね、これが最後のタイル、あ、名前忘れてた、スプット、え、言ったよね最初ね、うん、スプットっていうのかな。そんなわけでね、こんな終わったでございますよ。名前書いて終わろう。
結局誰も私のライブに乱入してきてくれなかったわ。あんなにみんなをお誘いしたのに。めっちゃいっぱい書いたです。私の超汚い机を見せられない。見えちゃったら大変。すごいすごい、31枚ね。Today's last day、Inktober Tangles2020終わりましたね。皆さんまだ書いてないよって方もいると思いますが、おーおー、いっぱい書いた。すごい綺麗ですよね。圧巻でござる。ほんと綺麗です。まあ明日でまた写真撮ったりしてまとめようかなと思います。うん、皆さん書きましたかちゃんとね。なんか明日何ができるかしら。誰か誘ってやろうかなライブ。うん、でも土曜日だから意外とみんな行けるかもしれないね、午前中ね。ちょっと何人か声かけてみようかしら。はい、では明日また午前中かな、ちょっと何時かな、9時ぐらいやってみようかな。9時か10時か、うん、やってみようと思います。 OK、 Today's live is finished。Thank you for watching. This is the last day of Inktober Tangles 2020. また明日会いましょう。See you tomorrow. Tomorrow is wrap up. Thank you for watching. Bye bye. また明日ね。See you.